はい、皆さんおはようございます。鈴木貴博です。今回はですね、カメラ収録の仕方をですね、ちょっと変えてみまして、今まではこの YouTube の動画をアップロードするときに、どうしてもその動画のその発信ところに黒帯が入ってしまうという、そういう現象になりまして、でそれをワイドスクリーンにすることができるんではないかということで、ちょっと実験的にまた動画を撮っております。皆さんどうでしょうか。ちょっと今よく撮れるか分かんないんですけれども、ちょっとそのフラッシュのようなマークをですね、ちょっとアップしてみまして、ちょっと設定を以前とは少し変えて撮っております。そうです、少し視野が広くなったような感じがしますかね。できれば縦幅と横幅両方とも広くなってほしいなと思うんですけども、ちょっと後で僕も動画がアップロードされた後に確認してみたいと思います。この動画を撮った時になんとなくなんか綺麗になったような感じがして、ちょっと嬉しかったですね。いや、特に変わってなかったらすみません。穏やかにこう動画撮影できたんですね。テイクも行かれていて、なんかコロナの影響って僕も正直少し感じていたんですけど、今日はそんなに感じなくて、なんかこう外の看板とか見てもちょっとこう今日取り戻したような感じっていうものがところどころあって、いろんなイベントもされていて、ちょっと嬉しかったような、はい、朝でしたね。そうですね、今からちょっと戦闘戦の話になるんですけど、今から10年以上前の話で、僕が大学生だった頃に SARS というですね、病気が新聞の一面を乗っ取って、でその病気が流行っていた時期っていうのがあったんですね。で今はまあコロナになってますけども、SARS の時期があったり、あとはそのもっと前だとインフルエンザの時期があったり、あとは狂牛病の時期があったりですね、あとは他にも鳥インフルエンザとか、そういろんな感染症の話っていうのは、10年に1回またはもっと細かなスパンでこういろいろんですけれども、そのたんびに思うのはやっぱり、なんていうか、こまめにやっぱ休憩を挟んだりとか、あとは1時間に1回でもいいので、まめにこうパーソナルスペースをですね、さらに追加してこう設けるっていうその重要性ですね。でやっぱりこう何か物事に没頭していると、普段こう受ける量とは違う大量のものをですね、やっぱ体にとって取り入れてしまうんですね。なのでやっぱりそういうのを意識してこう小刻みな取り入れ方っていうものを心がけていさえすればですね、その最悪その大きな大病になるなんてことはですね、そうそうなくて、すごい軽症なメンタルの病ぐらいにこう済んだりすると僕は思うんですね。はい、やっぱりこうちょっとデートをしてみるような、その気分でですね、どういうことを相手に進めていくかっていうのも体の中にいいと思うんですね。あまりこう
に投稿してしまうのが、これも早く申し上げました。やっぱり、のんびりと行きたいですね。で、まあ、後ほどその、新幹線ゾロ系こだまの、テルゾー資料館の動画もですね、再度アップロードしようと思うんですけど、その時にの最初の出だしのところに、新幹線資料館 その開館地 の看板が、まあ、あるんですけど、まあ、そこのところにそのいらないその感染症対策のどうのこうのとか、まあ、そういうところの看板が撤去されていたっていうのがあったんですけど、それはちょっとなんかロックな感じで、なんか最近のそのうじゃうじゃしたようなそういう感じが多かった。そのさかんさ最近のその女性ではですね、なんかこうなんかいらないものがやっと排除されたような、そんな印象を受けました。もうすごくいい動画になっていると思いますので、後ほどお楽しみに。空のホテルのところもこちらもなんか今回撮った時にはこうなんか並々したような感じがなくて、こうちゃんとパッとこう見てわかる感じがして、とてもこう見やすかったですね。